小学校2年生の時はもう盛んなろう思えたけん。綺麗になる盛んに大事なのは、まあ、乾き水引きいうのがね、これも水が多いかったらこんな風にはならんしね、そのタイミングのこの触った感じの乾きながらこう入っていったらどんどん綺麗にっていくというか、盛ん水引きのタイミングが、まあ、命取り。まあ、ずっと盛ん続けよういきたい、うん、まあそれが有名だよね、うん、盛んやめずにずっと続けてるのが一番いいかの、うん、だったらまあ子供たちも教えてあげるとか。